Radio Kansai Clip Clip AM558 FM911 Clip Friday Today's Personality サマンサアナウンサーウラリエ Welcome to Clip。 時刻は午後1時になりました。7月の5日金曜日の金曜クリップ、皆様こんにちは。ドラッグクイーンのサマンサアナウンサーでございます。そしてインスタグラマーのウラリエです。よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。はい、今日は快晴でございますよ。快晴ですね。で、梅雨入りしたとは思いましたけれども、うんうん、これだけ快晴やったらもう梅雨明けしたのかなって言うぐらい、今日は、ね、こちら、ラジオ関西のスタジオ、海の見えるラジオ局からお届けしておりますけれども、はい、気持ちいいですね。気持ちいいね、うん、やっぱりこう海が見えるっていうのはね、はい、なんかこう気持ちも豊かになりますよ。そうですね、雨の時見えなかったですもんね、はい、見えなかった、うん、見えなかった見えなかったですね、はいはい、どうぞウラリエさん。いや、そうそうですね、はい、そうそう、続けてください。何でしょうか今日。あの、はい、10時からこじんまりのチケット発売したとですね、はい、トークライブのチケットがそうなのよ、はい、こじんまり多分聞いてる方何のこっちゃ分かってんの。いや、分かってますよ。いやいやいや、分からない。それはもう、はい、ちょっとじゃあこじんまりの説明お願いします。私がせなあかんのこれ、はい、いや説明こじんまりとはこじんまりとはこじんまりなことなんですよ、はい、そうですよね。こじんまりと、ドラァグクイーンサマンサアナウンサーが、はい、単独のトークライブをいたしますというのがありまして、うん、はい、私ね、はい、ほんとプレッシャーに駆られてます。いや、もうすごいです。もう早速2回目早すぎませんか。いやいや、初回に来てくれてたね、リエちゃんは、はい、そうです、お邪魔しました。あの、大阪にありますね、はい、松竹芸能のダイハツ門座っていうところがあるんですけど、はい、うんうん、門座、そこで第1回目を今年5月やったんかな。そうですね、5月5月に開催させていただいて、うんうん、まあ皆さんね、やっぱりお越しいただいた皆さんがね、はい、もうすごく温かい皆さんで、うん、温かかった。そのおかげあって私は無事にできただけでありまして、うん、まさかこれ2回目がね、はい、年内にあるってね、私はもう思ってなかったんですよいや、そうですよね。そう、いや、大好評。そうなんです。そのメッセージも来てますんで、ちょっと読ませていただいていいでしょうか。何そのメッセージ。はい、狭、はい、山市からですね、はい、クリッピーネームリエマリさんからです。リエマリさん、はい、サマンサさん、ウラリエさん、こんにちは。こんにちはです。サマンサさんのトークライブ、こじんまりのチケット買いましたもう申し訳ありません、はい、お買い上げいただきありがとうございます、はい、そしてね、前回は行けなかったので今回行けるの楽しみにしていますということです。え、前回買われへんかった人かな。そうかもしれない、前回行けなかったなんかね、うんうん、買えなかったことになったんですよ、はい、前回、うんうん、そうですよね。何が起こったかわからないですけど、ね、すぐ売り切れてましたもんね。いや、多分何かおかしかっただけやと思う、はい、あの、あれが、はい、でも今日もシステムが、今日もシステムがバグってたじゃないですか。5分ぐらいね、はい、それもね、あの、うん、今キンクリの、うん、あの X 見てたら、うん、そう、焦った買えたって方がモズさんって方ですね。私は違った意味で焦ったのよ売りめっちゃ売れてて、なんかこのシステム障害かしらと思って、はいはい、そう、アクセスが殺到してて、10時の時報と同時にポチッとしても、うん、アクセス集中しすぎてて繋がりません、うん、超人気アーティストやんって言われてます。もう申し訳ございませんで、支払いを入力手間取ってやり直しになった瞬間、うん、24万やったんですって、最初が、はあ、やのにその間にもう45万になってた、すごないですか。本当にそれ数字、はい、数字読めます？そちらの方は、はい、読まれてると思いますよ。読まれてますか？もうその間に20人買われてるんですよ。あ、そうなんや、はい、人気もんですね。もうちょっと今日明日で売り切れるんちゃいます、チケット。いや、どうなんやろね、はい、これは売り切れる。でももしかしたらこれ誰か私の周りの知ってる人が、はいはい、なんか自分でそうやって20枚くらいバンってやってるだけかもしらんし、そんな買えます？いや、そんなね、ぬか喜びなことできないんですよ。いやいや、まずぬか喜びができない、はい、でまずそれでもしお買い上げいただいたら逆にね、うんうん、ありがたいなっていうその気持ちが私のこの糧となり、はい、どうやっていこうかなっていうそのワクワク感にはなるものの、はい、ワクワク感と同時に今度はそわそわ感も生まれる、ね、そわそわ感もありますよね。どないしようかなって、うんうん、みんなに私はね、はい支えられてるけど、はい、逆に言うと期待もあるし ね、 あのね、本当にね、これから葛藤のね、はい、夏を迎えるわけですよ。おちおちスイカも割れない。いや、スイカ割れないですか。スイカ割るぐらいやったらお前頭勝ち割るぞと、うん、どないしましょうこれ。ウラリエさん、いやいやいや、焦ってきました。焦ってますよね。なんか手に変な汗をかいてきました私は。いや、サマンサさんやったら大丈夫。もうカフがもう滑って、これ私あげれない。あげないですか。じゃあもうあげっぱでいきましょう今日。あげっぱでいったら変なこと喋ってること、全部エアに乗っちゃう。いや、やばいよこれは。やばいですね。どうしよう。いや、もうちょっと
皆さんチケットまだまだもうなんか ありがたい反面ね、はい、ちょっと皆さんあのもしちょっと何て言うんですか、はい、あのアクセスが集中して、うんうん、あの入り込めなかったりとか、はい、もしあのもしですけれどもおこがましくもあのちょっと速乾しちゃった場合、はい、本当申し訳ございません申し訳ございませんもうあの毎回謝ってね私ねそうですよ前回も ねお席なかったですよねありがとうございますはい、はい、いやそれとそれと、うんうん、あの朝日新聞見ましたよ7月2日の ありがとうございますはいあれももうめっちゃかっこよかったですねあれはでもちょっと私恥ずかしかった、はい、えなんでですかどの写真が出ますって知らんのよあそっかそっかいっぱい撮ったんですか私さめっちゃ撮ってさ、うんはい、なんかちょっとそれこそ想像してたのは、はいはいはい、これ一枚もんのさこの新聞のさそうですよこの辺にちょっとさなんていうの、なんとかっていうコーナーあるじゃないですかなんか何だっけ転生なんとかみたいな転生人号みたいな感じでなんかちょびっとちょこっとこうなんかこうなんていうの顔の部分がちょっと乗ってくる感じやなと思ってたらなんか私笑けてしもて半分ですよいや一応さ朝その日は珍しく有酸素運動行ったのよでコンビニ寄って帰ろうと思って行ってあの新聞コーナーあるじゃないですか各社の新聞ちょっとさらっと見ててうわあるわ朝日新聞さんと思ってであの見て恐る恐るこう開いてみたの、うんはい、なかったからなかなかそのページにたどり着くまでそんなもんやなと思って見てたわけですよ、うんうんうん、次の瞬間ですよ、はい、一瞬私笑けてきて笑ってたら、はい、コンビニの店員さんにどうされたんですかって言ったからいえあのちょっと知ってる方があの私乗ってるんですって言ったから言わないですか絶対言えへんいやこんな半ページですよ半ページやった ねめっちゃかっこよかったですいやなんかその写真とは知らなかったからねはいいやちょっと本当笑けちゃいました、うん、なのでこれ朝刊じゃないですか、はい、そうですよ朝刊でねやっぱりこう、うん、トップとかそのあたりっていうのはこう事件性があることだったりとか、うんうん、あの本当乗っちゃダメなことだと思うんですよでもあの私は一応この度の、うんうん、あの掲載に関しては、はい、そういったあのアクシデントで掲載があったわけではないというところだけは、ね、お伝えしておきたいのと同時にですね、はい、朝からちょっとこうどちらかというとド派手めだったので爽やかなね一日の始まりを期待されて、はいうん、あの締めをめくっていかれた方、うん、本当にあの慎んでは申し上げます、またこのねあの新聞についてはちょっとまたあのドラチラのコーナーでまたちょっといやもう本当これチラッとで私もちょっとこれ本当恥ずかしかったいやもうちょっと朝から見るにはちょっと本人として恥ずかしかった、はい、いやもう私はもうバチあの私新聞普段買わないんですよ知ってるんですよ私それでびっくりしたんですよ、はい、ウラリアさんが新聞を買って、はい、あの購入しましたっていうその新聞と同時に私になんかあの、はいインスタグラムの方でメンションをさせていただきました私はねリアちゃんありがとうっていう気持ちよりも先に、はい、リアちゃん珍しい新聞買ってんのと思ってそうですよ何起こるんかなと思った、はい、新聞あの梅雨入りして多分何日目かやったやん、はい、何日目かでしたもう梅雨明けするんかな、はい、私が梅雨明け宣言するんかなと思って、はい、いやちょっとでもあの大切に保存させていただきますいえいえあの、はい、ありがとうございますありがとうございますそんなウラリアさん、はい、今日はなんと、はい一粒万倍日一粒万倍日7月5日金曜日でございますけれども、はい、あの今日はいろんな新聞拝見された中で、はいはい、なんか気になるニュースがあったんですよね、はい、新聞そうですね今日ちょっと気になるやつがありまして、うん、今日はですね、うん神戸新聞ですね神戸新聞、はい、ちなみに神戸新聞のもう夕刊が来ててね、うんはい、そうですね、うん、あこれ昨日のやつかなあ昨日かな、はい、昨日の夕刊ですねあ先日の夕刊かはいそうですねはい、はい、にちょっと見出しに、うん秋祭り脱毛して屋台練りどういうことっていうのがすごい気になりましてどういうことですかそれはいあのこれ播磨地域で、うん、そうですねあの秋祭りがあったみたいなんですけど、そうであのエステ店もコースを用意するぐらい皆さんね脱毛して出動されたみたいですね。もう最近そういうことになってんの？そう多分男性の方もバッチリ脱毛さでもサモトさんもすごい綺麗ですよね。私してる。あしてます？うん、ね足もツルツルですもんね。うん、そうで脱毛するのは35歳以下が特に多い。はいはいはい。自らの自分らの世代には想像もつかんとおっしゃられてます。あらそう。はい。いやその脱毛ネタを今日ピックアップしたウラリアさんは、はい、なぜに脱毛ネタをピックアップされたのかしらっていうところが私の流れの今日のポイントですよ。そうですね、もうやっぱ夏肌見せする肌見せしちゃうするからには、うん、やっぱ皆さんね毛の処理はちゃんとされますけど、うん、はい、まだ私はしないよっていう話なんですけど、そういう宣言ってことかなそうです ね、はい、世の中のみんなは脱毛ばやりだけど、うん、私は私だよっていう、うん、そうですね、いいと思う、いいですか、すごいそれはねリエちゃんっぽくて私いいと思いますよ、はい、そう、ただこれを見てて私も今日ね、はい、まあまあそういうことなのねと思ったのは、うんうん、秋祭りでも脱毛するっていう、もうそういう、そうですね、だって若手男衆に浸透って書いてるから、うんうん、はい、
これほどだから脱毛文化がそうですよ、播磨地域でも定着しつつあるってことですよね。結構その衣装でも足とか出されてますもんね。お尻とかギリギリまで多分出されてるからすごい ね、 ね、そういう日本固有のね、はい、お祭りの環境下の中でも、うんうんうん、脱毛文化が入り込んできてるという、入り込んじゃってますね。へー、なるほどでございますよ、はい、面白おかしいじゃないですか、そういうのもなかなかいいと思いますよ。はい、はい、ウラリエさんさすが面白トピックスを今日はピックアップしてくれまして、ウラリエさんらしいチョイスだったなというところで、私はね、あの別のね、はい、別の選んでください。朝日新聞社さんのね、はい、今日出てた朝刊の、うんうん、これ21面かな、はい、魚でもサボるとバツ簡単な計算っていう括りで書かれてあった、うんうん、はい、なんとお魚が人と同じ脳の回路、うん、集団生活で知能発達したっていう記事があったんですけど、うん、もうねもうそんなに深掘りするつもりないです。いいんですか、もう脱毛で今日はすごい、はい、脱毛で持っていかれちゃう、オープニングっぽい感じのね、はい、あのネタを、うん、共有してくださいましたので、うん、はい、今日は皆さんなので、あの夏暑くなりますけれども、うん、肌の露出も増えていく中でですね、はい、皆様にとって脱毛とはどういったことなのか、うん、それはでも決して今日のメッセージテーマではないんですけどね、はい、そうですね、うん、ちなみに今日のメッセージテーマは何だったんでしょうか。はい、今日のメッセージテーマですね、うん、理想の部屋と現実の部屋、理想の部屋、はい、理想の部屋とかけたってこと。あー、ちょっと違います、全然考えてなかったです。頼みますよ。あ、すいません、すいません、すいません、ほんまに部屋の方ですね。理想の部屋じゃなくて理想のお部屋ね、はい、ルームね、ルームですね。リエちゃんがこの理想のルームという、はい、今日の、うん、メッセージテーマに、はい、熱い思いがあるんですよね。はい、熱い思いですね、はいはい、私そうですね、先月お引越しをしまして、うん、はい、無事に、はい、無事にしたんですけど、はい、まあ、まさに今理想のお部屋をちょっと今作ってるという感じで、なるほどでございます。もう現実の部屋はもう今まで住んでたお部屋っていう感じで、はい、皆様にとっても、はい、だからこう理想の部屋と現実の部屋っていう、なんか自分の中でのギャップってあると思うので、うんうん、あると思います。例えば私はこれが理想のお部屋なんですよ、はい、だがしかし、うんうん、現実そうはいかないよと、うんね、はい、あの例えば何かなんかな、こう、うんうん、照明一つ、はい、あとは何かな、うん、まあレイアウト一つ、うんうん、インテリア一つ、あと意外とそこでもね、今日も旦那が休みの日や思ったら、はい、朝からずっともうビール飲みながら平行で寝てるんですっていうこともあるかもしれない、うん、そうですね、それがちょっと理想とはかけ離れて、うんうんうん、優雅な、ね、あのサンデーアフタヌーンって感じじゃございませんのよ、うん、みたいな、そういうあのおマダムの皆さんもお聞きかしらなんて思っちゃう次第でございますけれども、はい、そういったメッセージ今日はあのなんか、もう来てるのか、結構来てるね、来てるけれどもまだまだ募集しておりますので、はいはい、そういった感じでクリップをお送りしてますが、はいはい、この番組クリップはですね、面白トピックや地域ニュース、ライフハックやエンタメ、うん、お出かけ情報などなど、うん、あなたの好奇心をくすぐる情報をクリップしていきます、はい、ラジオ関西のトピックサイトラジトピとも連動しているのでね、そちらもぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます、はい、そしてメールアドレスでございますが、うん、はい、アルファベットでございます、はい、サマウラ、うん、SAMAURA アットマーク JOCR.JP、サマンサのサマとウラリエの裏でサマウラとなります。こちらの方にお便りお寄せいただきたいと思います、はい、そして番組 X もございまして、そちらもぜひチェックしてください、うん、はい、金曜日の X ハッシュタグはひらがなで金栗、うん、ひらがなで金栗でございます、はい、番組の一部の内容は各種ポッドキャストでも配信しております。今日1時台は皆様お待ちかねのはず、はい、うん、今日もありますよ、サマンサワールドトリップのコーナー、はい、そして2時台は、ウラリエさん、はい、なんといってもウラリエの一押しハッシュタグのコーナーやスイーツ争奪。あ、そうですよ。今日って今月何回目や。あ、今月初めてです。今月初めて、はい、またリセットされたんで。いや、よかった、はい、ね、そういった感じで、はい、そして3時台は、3時台今日は、3時台何でしたっけ。今日はね、うん、あ、ドラチラのコーナーでさっきのね朝日新聞の、そっか、はい、そうなのも、あ、それ3時台なのね、深掘りさせていただきます、はい、なので今日もね、はい、皆さん今日、午後4時までみっちりね、はい、はい、ボリューム満点でお届けしたいと思っておりますが、はい、なんかあの言い忘れたことありますか。はい、ないんですけどね、うん、あの X のハッシュタグキンクリで、うん、もう皆さん続々とチケットの申し込み完了は来てますよ、ね、え、珍しくない。いや、そうなんですよ、今日珍しいですよ。オープニングではあんまりね、はい、あのキンクリね人気ないんですよ、うん、キンクリのオープニングってあんまりね、はい、うちらがだいたい2時過ぎたぐらいに皆さんちょびちょびっとこう、うん、そう入ってきてくださるんですよね。そう、ごちょごちょっとしてくださるんですけど、そうなんですよ、オープニングから珍しいよね。そうなんですよ、またねチケット申し込み完了って仮コンビニ、ほんまにコンビニ行こう言うてくださってますよ、はい、で昼前にピアで手続きしたらもう60番台って。
ありがたいじゃないですか。今回もすぐ完売するやろなっておっしゃってます。フラワーバードさん、今日バグってんのかな、もしかして。いや、バグってないですよ、これはもう。私は今日精神的にバグってますけどね。あ、そう、すごいですね。ありがたいじゃないですか。はい、はい、承知いたしました。はい、はい、そんな金曜クリップ金クリでございますが、はい、各種ポッドキャストでね、過去の放送も聞けますので、はい、先日ツイッターX の方で、うんうん、ポッドキャストにこう乗りましたよっていう、はい、発信があったよね、はいはい、私はちゃんとリツイートっていうリポスト、はい、リポストしたよ。あ、私してたかな、うん、うん、いたしました、はい、全部じゃないのよ、はいはいはい、だから全部聞いていただきたいっていう方は、ね、もう全部聞いていただきたいんですけど、うん、一部の内容ね、はい、はポッドキャストでも聞けるから聞けます、ね、そちらもぜひクリップ金曜日ポッドキャストなどで検索していただくか、はい、ラジオ関西のホームページからも確認できますので、ホームページピャッと行っていただいて、はい、そこから各他の曜日もね、うん、ポッドキャストに配信がそのまま載る曜日もありますから、はいはいはい、ということです。チェックしてください、はい、このクリップでございますけれども、月火水木金、はい、今日ね、なのでクリップ的には最後の放送です ね、 そうですね、今週は、はい、週末、はい、締め、週末をこう過ごすにあたって、はい、金曜日でこう振り返っていただいて、うん、土日の楽しみをまたこう、はい、気持ちの中で膨らませていただきたい、 そうですね、そんなお時間にしていただければなと思っております、はい、ということで今日も金曜クリップ、うん、サマンサとブラリエと、はい、お届けしていきたいと思いますので、はい、今日もこの後午後4時までぜひお付き合いください、はい。